これに入ってね。聞いたって番号。来月までには撮り直しましょう。オープニング。そうそう、なんですか。あのね、前はユーストリームって入っちゃったんだけど、今ユーストリームやってないから。そうそうそう、あ、そうなんですか。今何なんですか。今何ですか。ユーキャス？あ、YouTube だけか。YouTube とこの生放送。うん、で後で見れば今 YouTube なの。YouTube 昔からそうだよね。再放送。またこの放送はうるせーの同時生配信してますのでニューストリーム内でドリームキングダムと検索してもらうとこの一瞬通る映像となってご覧いただけます。来月ですか。来月までお楽しみください。どこで撮るんですか。スタジオとかで。だってどうせ暇なんでしょう。時間だけはいいな。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。いや、久々になんか今日一匹違うのがいますよ。お久しぶりです。もうくるくる詐欺で、うん、先月も丸がね、やっと来れました。そう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 、やっと来れましたこれ。ね、誰だっけ。事故が、え、チキンです。そうです、いろいろ事故がありました。もうこ今年1月にまず来ようとしたんだっけ。あれいつからでしたっけね。そうだよ、なんかそんで1月来れなくて、玄関出た時に尻餅ついて転んで動く、お尻を打って、で丸が急遽来てとか、うん、で先月は先月で目が見えない、目が見えないとか言ってこなくて。そうだからここに頭のラジオに来ようとすると、うん、なんか起きる。で今回超怖かったですもん。もう何もなかったっす。なんだよ、あれやよかったのに。よかったな。3回やって本当だよ。本当の意味が分かんないですけどね。いやでもね、ライブの方はおかげさまで横浜支部で ね、うん、2回ほどやったんだっけ。そうですね、うん、大晦日から数えるとね。そうだね、大晦日とあと年明け、うん、2月の2月にやったんだっけ、うんうん、そうかそうか。で今度5月ですよね。そうそうそう、3月か4月までも決まりそうですよね。またなんか3月は無理か。そうだね、4月。3月一発あったわけ。 ある、あったわ。マルさんが、マルが、いやそれ4月でしょ。え、それ4月。そうだよ、あ、3月あった。今話す話じゃないから。3月27日ですね。そう、横浜セブンスターフェス。あ、お前さ、はい、順序っつうもんがあるの分かる。放送には今日久しぶりだから。そうか、ちょっと舞い上がり気味。なるほどね。でもあれでしょ、チキン、今バンドやってるんだよね。やってます、自分東京の方でね、うんうん、なんていうバンド。ゴッドサイド、もう言っちゃうんですか、これ、うんうん、ゴッドサイドワームズっていうバンド、今地元のやつと。ゴッドサイドワームズ、はい、え、何その直訳するとなんかワームズって虫、虫けらたちみたいな。ゴッドは神様、神様のそばにいる虫けらたちみたいなイメージ。そういうなんか罰当たりなことを言うからなんか許可するんじゃないの。まあそれのイベントが、5月。そうなんですよ、初ライブで、初企画で、うん、初ライブだ。そうなんだ。そう、ギターボーカルがいまして、うん、でそのギターボーカルがもともと、多分前も話してたんですけど、うん、地元一緒の幼馴染で、キックボクシングの日本チャンピオン。おお、なんか聞いたね。全然覚えてない。そうです、日本チャンピオンがいるんですけど、うん、結構もう日本一になって、防衛戦、防衛戦とかコーマっていうやつなんですけど、コーマ、うんうん、防衛戦とかも終わり、うん、で、まあ、極めたから、すげえ音楽やりたいって、うん、初めて音楽に。あ、そうなんだ。で、ギター弾けながら歌ってみたいって言って、うん、まあ格闘技のファンの方もいらっしゃるし、スポンサーもいらっしゃるんで、乗っかろう、乗っかろうかな。まあ、いいとこ乗ったな。そう、だから初企画、初ライブなんですけど、うん、チケットもソールドしそうな。あら、そうなんだ。もし来れる方は、どこでやるんでしたっけ。浅草のゴールドサウンズです ね。そう、実はそれにアトムも出ます。東京支部として、うん、東京支部で、はい、出ます出ます。その日は千秋、いや、チキン君は、アトムでは弾かない。そうですね。そう、うん、
ただね、その話の時にね、うん、チキンからこの前 LINE 来て、うん、5月のこの前言ってた件大丈夫ですかって来たんだけど、うんうん、全然ミは覚えてなくて本当に言ったの多分大丈夫だと思うけど何の話って。そう、前のライブの時に楽屋で、うん、5月アトム呼んでもいいですかってミヤさんに言ったら、うん、あ、大丈夫だよとか言ってで全然覚えてないから全然覚えてなかった本当にまだ日があるからまあいいや、まあ、時ってまだいいやと思ってたんですけど、うんうんうん、まあまあ出るからいいじゃん、うん、無事出れるっていうことでDJ だったり、おー、うん、DJ2 組出て、うん、バンド3個だけなんで、うん、クラブと融合みたいな感じで出ていこうかなっていう。面白そう、はい、うん、そうだね。今度千秋ダブルブッキングで、あれダブル出場すればよかった、うん、いやでも体力的にもあれだし、そうだね体調面がね、せっかく東京でやるの東京支部でやんないと。そうね、そうね、そこはそうだよね、うん、いやでも浅草うちらも初めてだからね。そうね、うん、そうそう、その箱は初めてです、うん、ただ浅草駅から遠いんですよ。ちょっと離れてるよね。どっちかというと最寄り蔵前駅なんですね。蔵前だよね。1キロ、浅草が1キロぐらい歩くのかな。へえ。じゃあ今からバンバン、まあ、ソールドアウトになるんだって、うん、ちょっと早めにみんなチケットを、はい、だってアトムとしてまだ何も宣伝してないからね。してないよ。そうですね、もし来たい方は美和さんか竹さんの方にでも連絡していただければ、はい、多分。え、5月の21日。え、何もう売ってんのチケット？いや、もう予約だけで、うん、ソールドって言ってもその今箱と話し合いで、うん、まだコロナの関係があって、うんうんうん、上限が50って言われてるんですよ。あ、50だともうすぐ終わっちゃう。え、でもそれを要は一般にもう公開したってこと？いや、だからもうそのコーマと、うん、それもう一人ちょっとスポンサー的な人がいて、その人の周りだけでもなくなったりします。すごいね。200-300は呼べちゃうみたいな軽く。はあ、でも押されて今50だけど、じゃあ新学行けば次はもっとでかい箱で。そうっすね。今日なんでチキン来た？なんで？コーマくん呼べばいいじゃん。そうだね。絶対いいじゃん。本当は2人で来たかったんですけど、うん、ちょっとバタバタしちゃって音源も間に合わないし、そうだね。CDR がどこにも売ってない。ちょいちょい裏事情を抑えるな。音源焼こうと思ったらね。でもなんかそうなんだ、うん、なんか今更ながらにちょっと楽しみになってきた、うん、だからかチキンのバンドだと思ってたからさそう、だからそうなんです。いやへえ、ちょっとね、ね、うん、気合い入れていきましょうか。いいですね、じゃあ、うんうん、いや別に気合い入れてるから、そう綺麗な箱なんで、うん、ただただ禁煙っていうだけです。まあそれはもうこの世の中どこも吸えない、そうだからどこも吸えない、うん、そうですよ。まあそれまでにね、あなたは体をちゃんと直してください。はい、いろんなところを、うん、うん、まあなんで急にテンション下がってるの。まあでもちょっとね、今日は音源間に合わなかったみたいなんだけど、うん、次回そうね、うん、音源流しましょうよ、うん、そこのチキン来れなくても音源だけ、チキンは来なくてもいいけど音源だけ、うん、どうですか？あ、はい、そうですね。あれでも4月5月はもうゲスト決まっちゃってんすもんね。そうよ、ね、5月あれ5月は決まってん、5月はまだ、うん、4月と7月は決まってる、うんうん、もうあなた本当進行無視してくれてありがとう、うんはい、うん、ね、ちょこちょこ本当に、まあ、ちょっとじゃあこの辺で今日最初のトーク長えな。ちょっと一曲アトムの曲をこの辺で流したいと思います。はい、それでは聴いてください。アトムでシティハンター。久しぶり。これやるんですか、サンダ先生は。いやー、どうだろう、わかんない。じゃあこの曲はノブさんが大好きなんですよ、うん、実は。なんか軽くやるとか言ってませんでしたよ、このシティハンター。いつ？3月27日で。言ってたっけ、うん、じゃあやろっか。やりますよ。うん、覚え直さないですよ。ずっと聞こえてる？多分今聞こえてますよ。ああ、どっかと一緒くらい。段取りとしてはいつぐらいのぼさん、いや、もう13分ぐらいにつなげてもらうから、15分ぐらいから、
でもいきなり実はこの曲をリクエストがありまして、いやリクエストとか好きだからどうせ今のぶさん聞いてるもん、のぶさんこれ後ででしょ今日はだからね、これ生で流れてないですか、生では流れてない、これは生じゃないよ、そんなんありましたっけ、コンデンサーライブね、いやだから新しいリニューアルされたんだね、うん、浦島太郎だな何年ぶりだ、2年、もっともっと、もっと、あ、そう3年ぶりか、そうか、で千秋そんな前からいた、あとそれはいや、なんだかんだ結構前からいますよね、前から行ったね、そっか、スーがいなくなっ、いや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 、その後はユーゴとかいたの、いやいやいや、パイキもいたし、あ、そっかそっか、ケンタとかみたいな、あと、あれもいたし、ケンちゃん、あ、ケンちゃんもいた、パイキさんのクラブチッターを後ぐらいだから2018とか16とか、あ、じゃあ16ぐらいは待機だと思う、18ぐらいかな、いきます、はい、ということで今お聴きいただいてるのはアトムでシティハンター、はい、この曲1曲目に流すって珍しいと思うんだけど、うん、初めて聞いた、まあ、え、結構流してるよ、ラジオでは、そうですか、初めて聞いたって、あなた初めてって全然ラジオを聞いてないんじゃないのかなどうでしょう、その辺は、そうです、そんなことないまあね、今日実はこの1曲目を流したっていうのは、うん、先月もチレッとちょろっとお話しした、うん、ビーバップハイスクール、私たちの往年の、往年じゃねえの、青春のバイブル、そういうこと、はい、そのね、信夫さん、うん、兄貴で有名な、うんうん、全国の射程、そう、信夫さんがすごく気に入ってくれてて、ねえ、ありがとう、うん、そうそう、ありがとうございます、で、実はちょっとね、はい、この後ね、うん、来月がゲストなんだけど、うん、ちょっとお声だけでも先にと思ってつなげようかなと思ってんだけど、うんうん、チキンは全然その話をさっきまで知らなかったんでね、うん、知らなかったです、びっくり、すごいびっくりそしてなんで急にそんな話になってるかも分かってないんだよね、全然分かんないです、うん、タケさん、俺会ったことないです、タケさん会ったことあるんすかみたいなねいや、タケちゃんもないから、俺もないよいや、後で生声、ね、聞こえちゃうよ、お届けできちゃいますよ、うん、っていうか、もう本当に楽しみ、うん、もうあと何分ぐらいかな、もうせっかくチキン今日音源聞いてもらおうかなと思ったんだけど、あ、間に合わなかったからね、もったいないですね、うん、まあいいんじゃないかなって何してんのさっきからちょっとせっかく全然聞こえない、別に気にしないで裏のことなんで、いや来月そんな感じで、後でもね、ご本人から告知があるかと思うんですけれども、うん、ビーバップハイスクール信夫さんと、あとは4作目5作目6作目出た、はい、上等大学組の柴田西の、はい、柴田さん、はい、来てくれるんですよ、ありましたね、多分ね、このね、アトムのご機嫌レディオ、うん、史上最大のゲストじゃない、そうかもしれない、いや本当そうだと思う、そうだよね、うん、うん、今までもね、うん、ゲスト面白いのとかも出てるけど、うん、ここまで全国的に有名な、ね、うん、そうです、方々は本当に初めてかなと思うんですけど、はい、お、電話つながったみたい、おお、ちょっと呼んでみよっかにゃ、はい、のぶさん、あー、あー、おー、こんばんは、ありがとうございます、ほら、ラブ&ピース、ラブ&ピース、ありがとうございます、もうあれでしょ、今ラブ&ピースな感じにちょっとハイテンションになってます、今日もだよねいや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 、
そうですね。いいっすね。もう本当にメッセージを送りたいっすよね。いやとんでもないっす。呼んでんのは来月なんですけどね。そう、それはねちょっと狙った。ああなるほどね。重ねたんですか。いやいやいや、まさかね、ノブさんがそこまでねシティハンターにハマってくれるとは思わなかったですよ。言ってましたね。なるほどね。多分あの全国的には獣っていうあのイメージはないと思いますよ、野田さん。そうそうっすよ。いやいや、でも本当いい縁で本当ありがたいと思います。いやいや、そうですね、そうですね、ちょっと楽しみに来月楽しみにお待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、そうそう、チキンはねそうなんですよ。だからもう完全にミワと竹彦がもうビーバップ世代なんですよね、憧れてた世代。そう、チキンはね若いんですよ実は。だって85年って言ったらもう生まれたばっかりです。1歳、うるせえなお前、うるさい、うるせえよ。そう、生まれたぐらいだよね、そう、きっとね。そうです、そうで、同じ年ですね、僕と。嘘でしょ、あんた2歳ぐらいだじゃない。だからチキンがおぎゃーって言ってる時にノブさんは兄貴って言ってたな。はい、お願いします。いいですね。やった生やった、生兄貴が来ました。変わんない、ありがとうございます。変わらない。飲んでなきゃできない。もう大サービスじゃない。素晴らしい。いやいやいや、本当ありがとうございます。はいはい、あ、そうなんですよ。あの、まあ、あれですね、僕の場合オフ車で山とか、はい、そっちの方ですけどね。でもツーリングとかも行くよね。ツーリングとかももちろん行きますよ。はいはい、
はい、うん、はい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 、おお、直し、はい、うん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 、はい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 、うんうんうん、うん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 、ありますよね。おお、うん、はい、ああ、あ、まあそうですよね、あの旧車が好きっていう人はいっぱいいますもんね。いやでもあのね、写真見た時にちゃんと後ろにこう捕まるところがあるじゃん、うんうんうん、あの形の、そうそうそう、あれに捕まって後ろ乗るの好きなんですよ。暴走族じゃないですけどそうでしょ、あのほら女子ってよくこう運転手にこう腰に手当ててみたいなのあるじゃないですかいやそれできないんですよいやいや、ノブさんの後ろ乗るんだったらそのあの後ろに両手捕まりますよちゃんとタンデムバーを持って、そうそうそうその方が乗りやすいいや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 、その方が乗りやすいんですよ。カーブ曲がる時も一緒にこう倒せるし ワンナイトじゃ困りますから長いお付き合いで行きたいからいや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 、うん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 、いいっすよね、あの時代のバイク、うん、うん、好き、うんうん、はいはいはい、うんうん、うん、へえ、へえ、うんうん、それってアブデカの後？アブデカの後ですか？へえ、へえ、そうなんだ。放送事故でやる。いやでもなんかそのねタイトルを覚えてる。本当にあの、そこまでは覚えてない。あのアブデカまでは覚えてますよ。うん、アブデカは覚えてる。そう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 。うん。早っ。あれ？早っ。もうエンディングなってる。そうだよ。はい、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 イエーイ、よろしくお願いします。楽しみ、うん、そうですね、そ、うん、ちょっとねあの来月はあのライブ配信映像の方もやろうと思ってるので、うん、だからバッチリ顔も映しながら、お、何動乱塗らないといけない紫も青もイメージないからそう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 、せっかくなんでゼファーカラーでいや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 ダメ、ちゃんとノブさんは
のぼうのイメージ。そうですね。そう、うん。ああ、もう本当に。ぜひお待ちしてますんで、よろしくお願いします。歯抜けた？さらに。いやー楽しみ。ね。ね。時間あればもう2時間スペシャルにしたいぐらいの来月ね。うん、うん、うん、本当？いやでもいやそう言いながら結構大丈夫ですよ、のぶさんは。うん。いや、じゃあぜひぜひ来月よろしくお願いします。よろしく。こちらこそありがとうございます。ということで、はい、はい、告知等々をまとめてもう一回いきましょうか。お願いします。4月1日、うん、エプリルフール、はい、ビーバップハイスクールから、うん、愛徳のぼうと、はい、あと上等退学組の柴田、はい、生出演ということで、はい、ぜひぜひご覧ください。はい、でその前にですね、3月の27、はい、アトム横浜支部でライブがあります。これはセブンスかな。そうです、ね、はい、セブンスアベニューであります、はい、そして、5月の21日、はい、チキンが、はい、所属するなんだっけ、ゴッドサイドワームズ浅草、ゴールドサウンズアトムも出ますので、ぜひってことで。なんでちょいちょいミワの顔見るの。はい、という3つの告知、はい、全部皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、3月のご機嫌レディはここまで、はい、来月もよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、さよなら。電話難しいな、結構かぶっちゃう、ね、ありがとうございます、会話が。